シンシア。カスミ、うるさい。うわ、いつの間に。いいからその格好をなんとかしなさい。こっち見るなよ。なんで見なぎまでいるんだよ。あっち向いてろ。桜君の療養中はお前一人での担当になる。くれぐれも慎重にな。お前に安請け合いされるとかえって不安なものだな。クロードを探してるの。ミナギはこの辺でクロード見なかった。うん。でも、クロードが。ミナギが？
気をつけるわ。そいつは誰？ミナギだよ。ほら、こないだカルロ先生とお話ししてた人。ふん。痛いじゃないか。お前、とっても目障りだ。何だってできるんだから。クロード、一体何があったの？お守りが僕に力をくれたんだ。何でもできる力をね。自由になろう。
この力は僕らを自由にしてくれるんだよ。僕をいじめた連中に仕返ししてやるんだ。もう誰も僕のことをバカにできないよ。やめて。クロード、あなた変よ。変なのはアリサじゃないか。この力の凄さが分かんないなんて。でも安心していいよ。僕と一緒に来ればラリサも力を手に入れられるから。いや、どうして。ダメ、クロードは間違ってるわ。これが僕、僕がラリソン怖がらせてる。そんな、そんなの、そんなの嫌だ。
女、僕の力を止めるなんて。聞いてるぜ。大した失態じゃねえか。えっ、ー